はい、どうもシャマです。さあ、本日は秋葉原で買ってきたカードを紹介していきたいと思います。かなりマニアックな内容なんですが、最後までご視聴いただけると嬉しいです。大きく分けて遊戯王、デュエルマスターズと買ってきました。で、紹介していきましょう。グラディアンレッドドラゴン、皆さんご存知でしょうか。元祖脳筋カードですね。封印されしドラゴンが覚醒した時、滅びの声が世界に届くということで、ね、まさに滅びのバーストストリームとか言いそうな感じなんですが、10マナ15000、ただでかいだけっていうね。ただイラストはめちゃくちゃかっこいいんですよ、これ。はい、またイラスト、私の大好きな関さん、この方ね、結構ね、渋いイラスト描くんですよね。はい、次がバッケン号グレモルト。私が、最近出た脳筋の中で一番好きなカードですね。8マナ18000、こう見るとすごいよね、このインフレ具合がね。はい、10マナ15000と8マナ18000ですからね。うん、でこの脳筋カード、なんとね、秋葉原にね、これだけありました。10枚ありました。うん、これで多分今家に100枚ぐらいあるかな、100枚超えてると思います。はい、こちら確保いたしました。次、遊戯王カードなんですけども、こっからね、今回の、本題になります。遊戯王カード結構絵が好きなんです、私個人的にね。で、その絵の中でもとあるものが好きなんで、それは最後にね、紹介していきたいと思います。さまよえる亡者、このカード、いつのカードだ、成仏できず行く当てもなくフラフラとしているモンスターというね。うん、この後ろのね、赤いモヤモヤの感じすごい好きなんですよ。このね、下に敷いてるマットとね、似たような感じのサテンみたいな色。あ、いいですね、これ。ワイトじゃないんだよね。ワイトではないんだよ。氷ライフバリア。これ持ってるんだけどね、買ってきちゃいました。この感じ、この感じ。このね、レリーフの中でもこの氷ライフバリアのレリーフってすっごい好きなんですよね。ここら辺がまさに掘ってあるって感じ。掘った感じのレリーフ。まあ、レリーフは掘ってあるんですが、これはたまらない。本当にたまらないわ。はい、そして、次からスリーブになります。これ、傷なしなんだ。そう、傷なしで、500円だったんですが、スカルライダーの復活。儀式モンスタースカルライダーって言いますけど、あれのね、スカルライダーの降臨に必要、降臨に必要って書いてある。バカ手札から星の数が6個以上になるように、生贄に捧げなければならない。いやー、このイラストのかっこよさ、もう、初期の中でも屈指レベルでしょ。ねえ、普段あんまりこういうウルトラとか買わないんですけども、これだけはね、ちょっとかっこよくて買っちゃいました。次のカードが陽気な葬儀屋です。これちょっとね、値段が高くて900円だったんですよ。900円だったんですけども、やっぱ色の配色が綺麗ですよね。一番まあ緑色のベース、魔法カードなんで緑色のベースに、この赤とオレンジのさ、このなんて言うんだろうね、マグマみたいな感じの手前にあるこのスーツの葬儀屋さんのこのスーツの紫具合がね、完全にヒットだったんですね。で、まあ棺桶もね、こうキラキラ光ってて、真ん中に金色の十字架があってみたいな感じでね、特にこのね、帽子のこのここの光具合、これ最高です。これ最高、本当に鉄かと思うぐらいのね、鉄並みに光ってるからね。もうこのカード鉄なんじゃないかっていうぐらい光ってるからね。はい、ウルトラパラレルっていうのかな、うん、っていう感じのカードなんですけども、これは高いんですけどね、買っちゃいましたね。次がちょっと変わったカードです。はい、漆黒の表戦士パンサーウォーリアー。なんでお前こんなね、なんでこんなね、薄いカード買ってんのと思われるかもしれないんですけども、私ね、個人的に日焼けカードめちゃくちゃ好きなんですね。色まさにほぼほぼ通常モンスターだからね、一瞬通常モンスターに見えるぐらいまでこう日焼けしてるっていうね。はい、ということで今回は、まあなんで動画撮ってたかというと、日焼けカードの素晴らしさについてね、ちょっと語りたかったんで動画撮りました。そして、次のカードが吸血コアラ。これ19円です。19円、これすごいよね。なんかここにカードがこう重なってたんだろうね、多分ね。こう窓に貼り付けてあって、こうカードが重なってて、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで重なってたからこそ、ここだけ日焼けしなかったっていうね。いやー、これはもうミイラみたいになってるもんな。カラッカラですよ、カラッカラ。本当に。でもパラレルだしね。なんかパラレルは残るんだっていうね、日焼けしてもね。いやー、これ素晴らしいです。もう芸術品の域だよ、これは。はい。そして、もうこれ最後のカードが本当に半端ないです。一番目がこちら。はい。戦場の死に装束。ちょっと出しますね。これ値段299円って結構高いんですよね。おそらくコレクターが多いカードなのかな。初期のカードで、まあ、まあ、絵が美しいですよね。この、長い髪、しかも緑色だからね、着てる着物もピンクで、可愛いですね。で、後ろの帯と、髪飾りが、黄色かな。で、すごいでっかい、ザンバ刀みたいなね、ものを持ってると。これの、日焼けバージョン、ちょっと比較してみてください。はい、先に値段だけお見せします。値段だけ。はい。
こちら59円です。59円ということを覚えてください。さっきの299円で、これ59円です。で、その日焼け死に装束がこちら。これすごいでしょ。イラストがもう全然別物に見えるっていうね。むしろこれ儀式モンスターなんじゃないかっていうぐらい日焼けしてるんですけども、まあ、一応ね、あの通常モンスターって証拠がここの部分、この日焼けしてない部分と、あとここの部分ですね、値札でね、隠れてた部分ですね。ここがね、かなり素晴らしい。これ見たときはもう一瞬ですぐ店員さんに連絡しましたね。これ買いたいですと、はい、いうぐらいの素晴らしいカードでした。ちょっとね、デュエマの日焼けカード私持ってないんで、皆さんにお見せすることはできないんですけれども、こういった日焼けカード、ぜひ皆さんも探してみてください。ハッシュタグにしようか、ハッシュタグ日焼けカードで、皆さんぜひつぶやいてください。もし一番私の中でのベストオブ日焼け賞に、選ばれた方には、特賞として、まあ、デュエルマスターズカードか、もしくは遊戯王カード、まあ、ポケモンカードの中で、1万円分のオリパを送らせていただきますので、ぜひ参加してみてください。ということで、今回は日焼けカードの紹介でした。さよなら。